君ね、さっきの発言は本気？それともカッコつけてる？人探しのお知らせなんてうちうちに私に言えばよかったのに。あなたを仲間にしたことは、おい勝利、リーユへの人々はもう岩王帝君に会えないと思ってるぞ。なんで当事者のお前が気楽に構えてるんだ。3700年続いた重荷を下ろしたんだ。気楽になるのも無理ないだろ。そうだ、お前たちはいつ空いている？新月軒の料理をおごろう。嘘はやめろよな勝利。三杯酔いならまだ信じるけど、新月軒はお茶も有料なんだぞ。言われてみれば確かにモラが足りないな。岩王帝君、モラクスとしてモラを作るのは簡単だ。しかし勝利になることを選んだからには凡人のルールに従うべきだ。お前たちと共に行動してた時、神の心はまだ俺の手にあったわけだが、七神の座を降りると決めた以上、未来の新生活を予習しておかないわけにはいかないだろ。うん、道理で勝利が値段を見ないのは値段を見る癖がなかったからなんだな。でも自由にモラを出せない自分にも慣れてないから、いつも他人に支払ってもらうダメなやつになったのか。いや、ファデュイの金を少し使っただけで、そこまで言わなくてもいいだろう。貿易の都で人々が交換するのは金銭と商品だけでなく、知識や記憶、目利き、それから身分、役割と生活の交換もある。モラックスがいくら岩王帝君として民と共に生活したとしても、勝利という本当の凡人が感じるものとは異なる。この件はお前に礼を言わねばならない。勝利としての俺もお前と共にリーウェにいた記憶を大事にするぞ。ああ、ただどんな旅でもいつか別れの日が来る。うん、オイラたちもそろそろ次の神を探す旅を再開しないとな。それは少し難しいかもしれない。リーウェの海上隣国である稲妻は今鎖国中だからな。ああ、神の意志によって定められた鎖国だ。稲妻の雷神バール、リーウェの人々が俺を岩王帝君と呼ぶように、彼女は稲妻で別の名前で呼ばれている。うん、確かライデンだったっけ。ああ、ライデンは稲妻幕府の将軍でもあるため、彼女はライデン将軍と呼ばれている。そういえば稲妻の情勢は緊張状態だって不当で聞いたことあるけど、少なくとも去年はそこまでじゃなかったよな。勝利、お前はリーユへの岩王帝君だし、何か知らないか。それは神の目だ。神の目？手に負えない境遇を前に、人々は自身の無力を嘆く。しかし人生の最も険しい分岐点、その渇望が極致となれば神の視線を一身に受ける。それが神の目。神に認められし者が得られる外付けの魔力機関、それで元素の力が使えるようになる。ふむ、テイワット大陸共通の見解だな。しかし去年ライデン将軍はメガリレーを出した。メガリレー？稲妻全域の神の目を徴収し、千住百目神像の手にはめるんだ。神の目を？なんで？神の目は神の恩恵なんだろう？神の恩恵だから、それを自由に使える権利が自分にはあると彼女はそう考えたんだろう。
うわぁ、厳しい。風神は自由の神、元神は契約の神、そして雷電将軍は永遠を追求する神。永遠の国のため彼女は不穏要素を排除すると決心したんだろう。それに七神で最も古い俺も言ったことの影響で、彼女はより永遠を追求するだろう。メガリレーを発表した時、きっと彼女はあの口癖を民に言ったはずだ。七神が求む七つの理念の中で永遠だけが天理に最も近い。さて、他に知りたいことは？天に昇る？そんなふざけた理由にしたとはな。しかし七星が犯人を追わずにこの件を終わらせたのは、確かに帝君は死んでいないことを知ったからだなあ。七星だけでなく仙人たちの方にも教えたぞ。連絡の方法？ああ、夢枕に立つという便利な戦術を知っているか？さて、他に知りたいことは？そういえば、七星がお知らせを出す前に民衆たちの話を聞いたんだけど、みんな孔子のせいだと思ってるぞ。そういう非難は正確性に欠けはするが、軍玉閣を襲わせたことも魔人を出したのも紛れもなく事実だからな。行幸がこの件をネタにしたせいでファデュイの施設はえらい状態になっているらしいぞ。執行官の立場がなければきっとスネージナヤの外交官たちは孔子のせいにして彼をクビにするだろう。さて、他に知りたいことは？仙人の時代は終わった。リーウェ七星さえもそれを受け入れなければ、リーウェの未来はどうなる？国政の言葉だ。悪くない。行幸の権力欲を褒めていたし、リーウェの管理する権利を神から七星へと引き継がせる計画は行幸が主導していたものだと思っていたが、よく考えると最初に奪権を言い出したのはおそらく。ん？さて、他に知りたいことは？では鎖国を突破する方法でも考えよう。焦るな、きっかけも必要だ。我が子が可愛すぎて、休みを取って会いに行きたい。
今日皆を招いたのは、とある重要なことを知らせるためよ。すでに知っている人もいると思うけど、近々軍玉閣を再建するつもりなの。軍玉閣を再建？とんでもない規模の工事になりそうだな。確かにそういった噂を耳にしたことがある。道理で建材の値段が急騰したわけだ。軍玉閣は行幸様にとって特別な意味を持つもの。行幸様、俺らに手伝えることはありますか？そう慌てないでちょうだい。数日前、この噂が広まったことで、各方面からこれについて関わりたいという連絡が入ったわ。差し当たり、手元にいくつか案件があるから、あなたたちにも任せたいの。現状、すでに立地の選定は終わったわ。必要な建材の準備も完了してる。でも、それ以外に3つある肝心なものが準備できていないの。その3つが名家不浄石、戦気革新、そして戦火呪符。その僭越ながら申し上げますが、不浄の石以外の2つは聞いたこともないのですが。名家という名は十分な大きさの不浄の石に与えられるわ。これは軍玉閣が宙に浮くための基盤となるものよ。そして戦気革新は軍玉閣内部の機械構造の核となる部分ね。戦火呪符は機械装置と仙人の術法を結びつける役割を持っている。他の二つ同様、必要不可欠なものね。三つとも希少な素材ではあるけど、あなたたちの人脈と能力をもってすれば見つかるのも時間の問題よね。でも兵は神速を尊ぶもの。何よりも効率が大事よ。見つけてくれたらいいねで買い取らせてもらうわ。それと三つの素材を集めるのが早かった三名には、私に質問する機会をあげる。もちろん、どのような質問にも答えるわ。この見返りは、きっとみんなを満足させることでしょうね。先ほどの品々を見つけ出すのは至難の業。しかし、来年のリーユエ校の計画について聞くことができたら。その価値は計り知れないものになる。行幸様から情報を得たものこそが、市場の棋戦を制することになるはず。ついてるぞ。つい最近、不浄の石に関する噂を聞いたばかりなんだ。こうしちゃいられん。俺は先に失礼させてもらうぜ。俺たちも行きとしよう。先を越されるわけにはいかない。軍玉閣の再建か。これってかなり重要なことなんじゃないか。オイラたちも行ってみよう。先ほどの話、あなたたちも聞いていたようね。どうかしら、興味はある？この私が知っていることであれば何でも。本当か？
じゃあオイラは行幸がどうやって商売しているのか聞きたいぞ。その秘密が分かればオイラたちもう二度とモラに困らなくて済むだろう。もちろん教えることは可能よ。ただしそれはあなたたちの働き次第ね。軍玉閣の再建に使われる土地はかなり広大なもの。今回黄金屋の近くにある廃工場にその場所を手配したわ。集めた素材はすべてそこに送り届けてちょうだい。私は別件があるからあなたたちと一緒に行くことはできないけど、到着したら私の秘書に話を聞いてみるといいわ。そうめったにない機会よ。あまり時間をかけすぎると他の人に先を越されちゃうから気をつけて。行幸ってやっぱ忙しそうだな。オイラたちも早速出発しようぜ。とりあえず玉境内を離れてって、あそこを見てみろよ。なんだか妙な感じだぞ。姉ちゃん、ずいぶんと優雅な佇まいだな。それに気品もある。こりゃ軍玉閣の再建争いで独走するんじゃねえか。俺ら再建に必要な素材の情報を持ってるんだ。どうだ、あっちの静かなところでゆっくり話でも。必要ない。さあ言うなって。俺悪いようにはしねえから。おい、ぼさっとすんな。早くついてこい。はい。おい、今の聞いたか？あいつら情報を持ってるらしいぜ。今オイラたちに一番必要なのは情報だ。行ってみよう。子供たちよ、こっちに行きなさい。ちょうど探してたところじゃ。どうしたんだ、ピンマーや。何かオイラたちに手伝ってほしいことでもあるのか？いや、子供たちはリユエコのために十分手助けをしてくれた。これ以上面倒はかけられんよ。今回はバーヤの仲間たちと一緒に子供たちに贈り物を用意したんじゃ。贈り物？子供たちよ、まだリーウェに来て間もないというのにもう世渡りが上手になったみたいじゃの。じゃがこの贈り物は何が何でも受け取っておくれ。以前先人の鈴を探すために壺に入ってもらった時、おちびちゃんからいつも野宿をしていると聞いての。まだまだ旅は長いんじゃ。このままじゃいかん。幸いバーヤは年こそ取ったもののまだわずかながらに外形の力を使える。おや、まだ行っておらんかったか。バーヤたちは昔帝君から恩恵を受けたことで三眼五剣の力を身に宿しておるんじゃ。いろいろと能力はあるが、その中でも外形の力は小さな世界を想像することができる。前に子供たちが入った壺もその力で簡単に作ったものなんじゃ。あんなすごい壺なのに簡単に。
あの世界をなすためには浮世を離れる必要がある。そんな大層なものじゃないよ。帝君はその昔山を動かし海を埋めたんじゃ。それこそ神業と言えるものじゃろう。まあ昔の話はこの辺にして、その贈り物じゃが、まだ最後の材料が足りておらんのじゃ。そうだぞ、オイラたち探し物は得意だからな。材料探しなら任せろ。まあまあ二人ともそうせかすでない。もうすでに足の速い者に任せてある。必要な材料は特別なんじゃ。子供たちでは探すのがちと難しい。それに今じゃもうほとんど目にしない材料もあるからの。例えば敵家衆の河原下にある借金の泥とかじゃな。以前この泥を取るときはルリユリがたくさん咲いている場所を探さないといけなかった。そしてルリユリの根をたどって掘っていき、運が良ければ借金の泥が一つかみだけ見つかる。じゃが敵家衆があんなことになってからはもう誰もこの方法を使うことができなくなった。さらにそれより困難なのが、双眼鏡園から採掘できる水角石じゃ。国眼場があそこで採掘を始めてからはそれもほとんど見当たらなくなった。水角石は貴重な戦物で、常人では仙人の気に耐えられない。長く触れれば体に害をなすじゃろう。あの子がそれを見つけられるといいんじゃが。ティンバーヤは仙人だし、その子も仙人なのか？まあ彼女も仙人と言えなくもない。なくもないって、なんでリーユエコーにはこんなにたくさん仙人がいるんだ？どこに行っても仙人に会えそうだし、もしかしたらオイラたちが食事してる時も横に仙人が座ってるなんて可能性もあるよな。ありえるかもしれんの。バーヤの仲間たちには属性が好きなものが何人もおるしな。バーヤ、ただいま。おや、この二人は？紹介しよう。この子は縁妃、さっき言ってた子じゃよ。縁妃、こちらは旅人と彼の仲間じゃ。知っておるな？ああ、もちろん知ってる。仙岩軍の記録に詳しく載っていたから。以前ゲーセン儀式の騒動で仙岩軍に不審者として指名手配され、絶運の間で仙岩軍を撃退し、ファデュイとも関わり、最後はバーヤと共に魔人を撃退、七星のおかげで容疑が晴れたと。実に惜しい。そう、私に会えなかったことが。もっと早くに会えていたらその場で容疑を晴らすとまではいかなくても、少なくとも、ひどい目に遭わずに済んでただろうな。改めて自己紹介しよう。私は縁妃、法律家だ。法律に関する困りごとがあれば私を訪ねるといい。ああそうだ、私の名刺を、連絡方法と職場の住所が載ってる。急用ならその住所に手紙を。ああそれと初めてのお客さんには割引があって。縁妃、そろそろ本題に入ろう。今の二人には法律の助けなんていらないじゃろう。子供たちや、そう驚かないでおくれ。この子はいつもこうなんじゃ。自分のことを話し出すと止まらない。オイラたちがこれまで会ってきた仙人とはなんか全然違うような。仙人？まあそうとも言える。お父様は自分のことを仙人だと言っていた。かつて
ガンオテイ君と共に戦場に立っていたらしい。戦いが終わった後、帰郷してお母様と結婚したそうだ。それから私が生まれた。私が大きくなった後、お父様はお母様と一緒に外の世界を漫遊している。だから私は今バーヤと一緒にここで暮らしているんだ。なんか勝手だな。仙人たちってリーユエコーを守るため契約に従ってるんじゃないのか。なんで急にそれを放り出して結婚したんだ。お父様から聞いた話によると、テイ君とはそのことについて話し合いをしたらしい。それで同意を得た上で故郷に帰ったそうだ。結婚した時、テイ君からのお祝いも受けたという。まあそのことについては一旦置いておいて、マーヤ、頼まれてたものはほぼ揃ったぞ。けど水角石だけはどうしても探す手立てがない。そうじゃったか。しかし水角石がないとなると面倒じゃな。エンヒ、何か案はあるかの。リーユエコーを助けてくれた者たちにどうしても礼をしたくてな。わかってる。バーヤから何回も言われてたし、双眼巨炎から水角石を取れなくとも別の方法があるかもしれない。ふん、ちょっと待ってて、調べてみる。うわ、すっごく分厚い本だな。何が載ってるんだ。商業競技、鉱石、スネージナヤ。うん、見つけた。このクロッサルというスネージナヤの商人から希少な鉱石の法律に関して依頼されたことがある。彼は水角石を仕入れてかんざしを作ろうとしていた。そこに法的な問題が潜んでいないか聞かれたんだ。スネージナヤに持ち帰って売るらしい。よし、彼を探してくる。もしかしたら水角石、もしくはその手がかりを見つけられるかもしれない。お前も一緒に来るのか。あ、ダメとは言わないが、横で見ているだけにしてくれ。安易に首を突っ込んで法に抵触しないようにな。法律を理由に警告してくるなんて、そんな仙人初めて会ったぞ。彼女と行動するときはオイラたちもいろいろ注意しよう。ここにはいないみたいだな。もう少し下の方を探してみるか。もう逃げ場はないぞ、姉ちゃん。何も俺らは悪人じゃねえ。安心しな。ちょっとばかしモラを払えば貴重な情報が手に入るんだ。お互いに損はしない。親分、なんだか嫌な予感がします。彼女明らかに他の人とは違う雰囲気というか、髪も白いし、見た感じ普通の人間じゃないですよ。それが何だってんだ。久々の上物だ。こいつから言ったはずだ。主らの情報など必要ない。先ほどの言葉が聞こえていなかったのなら、最後にもう一度だけ忠告する。あのな、姉ちゃんよ、ガキじゃお前が必要かなんて関係ないんだよ。我は。おっと、下手な言い訳はするなよ。お前がもらうもルリ亭で宅に乗り切らないほどの料理を注文。そして新月軒や万民堂でも同じ。金持ちの嬢ちゃんでもない限り。さ、師匠にはリーユエコーで騒ぎを起こすなとそう言われたが、まあいい。もしかしたらこれも運命なのかもしれない。親分、何か様子が変ですよ。ビビる必要はねえ。俺らは情報を売ろうとしてるだけだ。法には触れてないだろう。こいつが手を出してきたら逆に訴えてやるさ。ん？
はあ、またお前らか。千眼軍？どうして千眼軍がここに？まさかお前が通報したのか？黙れ。また人を脅迫しているんだろう。嘘を。神格。神格？我の名だ。おお、神格っていうのか。オイラはパイモン、こいつは旅人だ。よろしくな。主らの名は知っている。宣告は助けてくれて感謝するぞ。無論我一人でも解決できたがな。あやつの首根っこをとっつかまえて頭部を地面に3回叩きつけてやれば諦めると我は判断していた。うわぁ、 そんな暴力を振るっちゃダメだぞ。ここはリーユエコーだから、リーユへの法律をちゃんと守らないと。法律？うむ、確かに聞いたことはない。そうなのか。じゃあこれまで。ああ、我の腹の音だ。腹が空いているからな。あっさりと認めたぞ。そういえば神格はいろんな店で料理を注文して一口ずつしか食べなかったってさっきの人たちが言ってたけど、そんなんじゃお腹が空くに決まってるだろう。何か食べたいものはないのか。精神、瑠璃百合、瑠璃袋、それらを普段は食している薬剤。どうやらよく分かってないみたいだな。うん、近くに福袋があるし、そこに連れて行ってお腹いっぱい食べさせてやろうぜ。お腹がペコペコなままだと力が出ないからな。なあ、神格ってもしか、初めてリーユエコーに来たみたいだし。ようこそ。どういったく、精神、瑠璃百合、瑠璃袋、どれも 250g ずつ頼む。それはどういった処方でしょう。まるで薬で。感謝する。本当に食べてるぞ。これで十分だ。地層になった。いや、まずい。ほのかな清涼感はあるものの、食べ過ぎれば口の中に残るのは苦味と酸味と渋みのみだ。じゃあ神格はどうしてお店の料理じゃなくて薬剤をわざわざ食べるんだ。モラをたくさん持ってるんだろ。オイラだったら一番高級なお店に行ってを注文してそれを一気に食べるぞ。それは今後この地にとどまるかどうか我自身にもわからぬからだ。世の料理は美味なるもの。しかしいずれ山に戻ってしまえば、その美食への思いが修行の妨げになる恐れがある。それゆえ軽く味わうだけにし、どのようなものか知るだけにとどめたのだ。山に戻って？あ、間違いない。こいつ仙人だぞ。我のことはともかく、主らはこれからどうするのだ。そうだ、忘れるところだった。オイラたち軍玉閣を再建するためにその素材集めを競ってるんだったよな。ここで時間を潰してたら他の人に先を越されちゃうぞ。そうか、その件なら我も道すがら耳にした。ひひ、もしまさか神格も参加しに。確かに我もその件で来たのだが、そういった競い合いに参加するつもりは毛頭ない。だが主たちには世話になった分、
我も役に立ちたいと思う。安心するがいい。見返りを求めはしない。うえ、神格はそれでいいのか。でも仙人に手伝ってもらえたら素材集めも順調に進みそうだよな。ならば善は急げだ。我に一つ案がある。おう、神格の案ならきっとすごいんだろうな。すごいかどうかは分からぬが、十分な効果は期待できるだろう。我らより先行しているものを全員排除すれば一番になれると思うのだが、どうだ。ダメだ。どう考えてもやっちゃいけないことだぞ。そうなのか。だが競い合いとは互いを排斥し合って裏で策を弄するものだと。オイラたちは正々堂々勝負して一番になるんだ。名家不条意し戦機革新、そして戦火。店の外から何やら話し合う声が聞こえると。あ、白術どうしたんだ。行幸さんから傷薬をまとめて仕入れたいという依頼があった。行幸はどうしてそんな。それは私にも分かりません。それから行幸さんは私から7を借りていきました。なあ、悪いな。オイラたち他にやること。軍玉閣の再建に必要な素材、文献に記録されている名家不条石はもう。なるほど。じゃあ秘音紹介に行って聞いてみようぜ。白術。どういたしまして。うまくいくことを祈って。旅人さん、こちらへ。冒険者協会に加わってからしばらく経ちましたが、冒険者としての活動は順調ですか？そうですね。自身の実力はもちろんのこと、頼もしい仲間も冒険者の活動には必要不可欠ですものね。仲間が増えれば冒険もそれだけ有利に進むことでしょう。しかし頼もしい仲間というのはそう簡単に集められるものではありません。そうだな。オイラほど頼もしい仲間はそう簡単にいないもんな。ですが実は耳寄りな情報がありまして、お役に立てるかは分かりませんが、記録を見てみますので少々お待ちを。あ、ありました。最近モンド城にやってきた異邦人、あなたと同じ金色の髪をしているのですが、あまり見慣れない。金色の髪、珍しい服装をした異邦人、どこかで聞いたような。ちょっと待てよ。まさかその異邦人の顔、こいつと似てなかったか。え、栄誉騎士さんにですか。だいぶ違っていましたよ、背の。おいおい、ガイアと何の関係があるんだ。艦隊は血のつながりと関係ないだろう。その人物とガイアさんの関係は分かりませんが、教会の誘いをもし興味がありましたら探してみてはいかがです。何せ教会には束縛されたくない。ぼ、それにあの方がもし相当の実力者でしたら、間違いなくあなたの冒険の手助けになることでしょう。自信を持ってください。あなたは
セピロス騎士団のあなたが今まで成してきた偉業は多くの吟遊詩人に歌われています。そうですね、彼の情報ならロレンスさんに聞いてみてください。城門を守る騎士ですので、その人物のことを詳しく知っているかもしれません。幸運を祈ります、冒険者さん。周りのプレイヤー、お、あっちにいるみたいだ。早速見に行ってみようぜ。おや、栄誉騎士、何かよくマスクをつけていて、最初モンド城の外をうろうろしてたんだ。見た目が怪しかったから、でもすぐに見失ってしまってね。見た目が怪しいだけの人物にこのモンド…でも陣団長ならもっと用心深く対応してたと思うぞ。確かに。でもそうだ、その人物がワーグナーの鍛冶屋にいたのを見、ワーグナーに聞いてみたら、なんだ、何か用か。確か鍛造に使う材料を買うために何日か前にここへ来たな。だがあいつが言った材料は俺の知らないものばかりだった。店にある剣を少し見た後すぐに行っちまったよ。ああ、あとあいつの行方が知りたいならそこに行くのが一番可能性が高いと思うぜ。エンジェルズシェア？それならディルックの旦那もその人物のことを知ってるかもしれないな。よし、とりあえずエンジェルズシェアに行ってみよう。ブドウジュースとアップルサイダー、どっちがいい？チャールズ、マスクをつけた金髪の人を見たことあるか？ああ、その人物なら知ってるぞ。毎晩ここに来て酒を飲んでる。しかも注文した酒を自分でブレンドしたりしてな。詳しいことは知らないが、酒の選び方や手際の良さから相当…じゃあ、ディルクの旦那は何か言ってたか？そのお酒から品位があると見抜いたのは。さすがディルックの旦那、どうやらもう目をつけてたみたいだな。あの方に用があるのならここで待つといい。ちょうど昨日酒を予約していったから今日も来るはずだ。1階は客も多くてうるさいだろう。待つならに。いらっしゃいませ。予約していたお酒はもう準備してありますよ。本当に来たな、早く下に行こう。無視している。旅人旅の目的は
悪くない理由だ。迎えに座るがいい。これって成功したのか。不思議な人だな。その小さいのは。おい、全然違う。誰かと一緒に旅をするのも悪くないだろう。俺の名はダインスレイブ。何か用か。いいだろう。あんなに冷たかったのにどうして。逆に不安になってきた。だが報酬は事前に払ってもらおう。500モラと3つの質問だ。500モラは一括払い、3つの質問はその後聞く。そうだ。それっぽっちの報酬で。ますます不安になってきたぞ。何か裏が。確かに受け取った。では3つの質問に答えてもらおう。質問の回答に間違いなど存在しない。あるのは態度の違いだけだ。貴様の選択が知りたい。好きに答えるがいい。一つ目の質問だ。モンド城の流災は貴様とウェンティと名乗る風神が解決した。では流災を終わらせた鍵は誰だと思う。俺は知るべきことを知っている。質問に答えてもらおう。それが貴様の答えか。把握した。二つ目の質問だ。リー・ウェコを幾千年も守ってきた元王帝君は自身の神の心を用いて全ての契約を終わりにする契約を交わした。では神を失った今後のリー・ウェコは誰が守る。それが貴様の答えか。把握した。最後の質問だ。この世界には神の目を持つ者と神の目を持たない者がいる。では神にとってどちらの方が重要だと思う。それが貴様の答えか。把握した。やはり貴様は彼女と似ている。500モラは確かに受け取った。貴様がこの世界に対する認識も少しだけだが把握した。では約束通り依頼内容を言うがいい。と言ってもアビス教団に関する依頼しか引き受けないがな。俺は貴様と同じく旅をしている。貴様は家族のため、そして俺はアビスと戦うためだ。ああ、アビスに仕えるあれらの怪物はアビス教団がこの世界に振りまいた混乱の種だ。俺はアビスの使徒の痕跡を追ってモンドに来た。アビスの使徒？アビスの魔術師の統率者であり、アビスで特に歪んだ怪物の一種。ああ、そうだったな。流災の後はずっとリーユエにいて、ファデュイみたいな人間の悪の勢力と戦ってたから、人間じゃないアビス教団とは関わってなかったんだよな。おそらくそれも何か原因があるのだろう。あるいは誰かに命令され、わざと貴様たちと出会わないようにしていたのかもしれん。なんだか危なそうだぞ。オイラたちを狙ってるのか。うん、オイラたち強いもんな。まったく、彼女と同じ気迫だ。それなら俺たちも早速現地に行こう。俺が仕入れた情報によれば、アビス教団は再びセピロスの神殿に潜伏しているようだ。そこで落ち合おう。貴様のアビスに対する疑惑、そこでなら答えが出るかもしれん。
人のいないこの神殿だが、アビスの痕跡が確かに残っている。セピュロス、風を操り空を飛ぶ。それは同時に神々の光による支配を意味する。何でもない、中に入ろう。アビスの気配が強くてきた。アビスの使徒、どんなやつだろう。アビスの魔術師と同じ感じなのかな。先に進もう。あの怪物を見つけたら説明する必要もなくなる。おとなしくしやがる。はあ、これすまんすまん。開運ショック。ほっ、こいつはどうだ。こちら。さあ、よっ、よっ、や。おとなしくしやがる。アビスの魔術師だけか。どうやらアビスの使徒はもうここを離れたようだ。アビス、混乱であり破滅である。歪みに狂った混沌と世界を蝕む元凶。神の眷属であったトワリンでさえアビスの怪物団員は。さあ
俺の調査ではそこならアビスの首都